ってまいりました。前田工房のクラフト万歳ギターチャレ327日目でございます。はい、今日も自宅での練習になります。はい、寒くなってまいりましたね。僕は基本的にバイクでの移動なんですが、寒いです。もう手がね、冷え切って、体も冷え切って移動しているわけですけれども、皆さんも風邪には気をつけてください。僕も風邪ひかないように、気をつけたいと思います。もうすぐ本番でございます。舞台 SK8、絶賛毎日稽古中でございます。すごいですよ、本当に。あのプロのスケーターの方も入ってるんですけど、すごいです。ものすごい面白いです。スケボーずっと見てられます。はい、ちょっとね、面白い作品になると思いますので、ぜひ興味ある方は見に来ていただきたいですね。はい、連絡ください。気軽にね、来たい人はぜひ舞台 SK8 見てください。銀河劇場でやります。はい、天王寺ですね。はい、まあまあまあ、あんな感じで、稽古やってるわけですけれども、夜は、ギターチャレでございます。で、このギターチャレの後は前田工房の、クラフトでございます。はい、もうフル稼働でやっております。頑張ります。練習頑張ります。よろしくお願いします。今日はですね、まずペンタトニックスケールからやりましょう。やっぱりこの練習をした方がいいなと思ったのでやります。それから、今日は彩香の三日月ですね、はい、をやりたいと思います。それでは行きましょう。はい、やりました。さあ、それでは行きましょう。彩香三日月でございます。フィンガースタイルソロギターでございます。昨日ね、2ページは、復習できたので、今日は3ページ目4ページ目またやっていきましょう。まずは1ページ目2ページ目いきます。ページ目、グダグダです。なんでこうなっちゃうんだろう。
で3ページ目、とりあえず3ページ目いっちゃいたいと思います。いや、3ページ目だな。3ページ目がひどいですね、うん、ちょっとね、これ本当忘れちゃったんだよな。Thank you.
全然覚えてない。よくこんなの弾いたなぁなんて思ってます。後半がもう3、4ページがもう全然ダメですね。崩壊的です。なんでこれ弾けてたんだろう。ちょっと思い出してきた、頑張ればいけますね。頑張りましょう。
うん、ここだ。なんかいけそうな気がしたぞ、今。もう一回。
い、ちょっとこんなところですかね。うん、ちょっとね、今日はこれぐらいにさせてください。明日ちょっと大事な稽古があるので、いろいろ備えなきゃいけないので今日はこれで終わろうと思います。はい、で明日つなげましょう。全部譜面も今ちょっとページめくりめくりやってるんで、ちゃんと見える状態にして全部つなぐ。でできたら詰まる部分はもっと綺麗にクリアにしていきたいと思います。3ページ目なんか今やってるうちに、いろいろ思い出してきて、多分思い出しました、指を。はい、なので明日頑張ってつなげてみたいと思います。でもうこれね、体に入れたいですね。もう見ないでもやっぱり弾ける、若干やっぱり見たりしてたので、これを見ないでね、アンプできるぐらいまでいけたらいいなと思いますけども、まあ明日はさすがに厳しいかな。うん、でもね、なんかそうやって体に入れていきたいなって思ってますので、はい、頑張っていきたいと思います。ちょっと今日は短いんですけど、これはしょうがないです。明日の、稽古のためです。というわけで今日は短いんですが終わろうと思います。チャンネル登録の方お願いいたします。いいねやコメントを待ってます。それからね、残り1ヶ月ちょっとになりましたので、なんかリクエストとかあったらね、頑張って弾かせていただきますので、ぜひともリクエストの方お願いいたします。はい、そんな感じで明日も練習頑張ります。さようなら。